わ。おはよう。何ちびっこ相手にかしこまってんだよ。おはよう。あ、おはようございます。そういうミノルこそ女の子相手になんだよその態度。紳士だからだよ。おはよう。みゆきさんだっけ。昨日は幽霊と間違えてごめん。いい、気にしてないし。りょうは、あんなとこに、まだビビってんのかよ。みゆきたちといると気まずいんだろう。ギャーっつって気絶してたもんな。つっても隠れるでもなしに、あんな隅っこでこっちの方をチラチラ見られてもな。あ、おはよう、みゆきちゃん、はるくん。昨夜はよく眠れたかしら。うん。そう。困ったことがあったらいつでも言ってね。こんな状況だし、お互いに助け合わないとね。うん、ありがとう、お姉ちゃん。お姉ちゃん。うん、みゆきちゃんからすれば私だってお姉さんだもんね。気にしないで、お姉ちゃんはずっとああなんだ。そうなの。怖い目にあってね、僕を守ってくれたんだけど、それからずっとああなんだ。怖い目って？ごめん、覚えてないんだ。それで話の続きだが、他に聞いておきたいことはあるか。じゃあ他には、そうだ、あの霧って何なんだ。とにかくあの霧は危険なんだ。近づくと本当にまずいの。あの霧に飲まれたやつはどうなってしまうかわかんない。多分気配ごと何もかも消えて。だったらもしかしてあの霧の向こうに行けば元の世界に帰れるかもよ。いや無理。絶対ダメ。やめておけ。そうよ、どうなるかもわからないようなことを試して取り返しのつかないことになったらどうするの。うむ、具体的にどうなるかはわからないが、直感的にも本能的にも確実に危険を感じる。まああの霧のせいで気を失ったり変な場所に迷い込んだのは確かだしな。あの霧は危ない。近づかないに越したことはないよ。そうだ、ここでじっとしてりゃいいんだよ。動く動かないは別にして、ここに居続けてもどうにもならないと思うんだよな。とにかく今のままじゃ遠出すらできないよ。昨日から飲まず食わずだし。何か食べられるものが欲しいよね。じゃあみんなで手分けして校内を探してみましょう。いや、やっぱ他に人がいないか探すのが先だって。そもそもさ、課外キャンプ参加者じゃないみゆきたちも迷い込んでるんだぜ。他にもまだ近くに誰かいてもおかしくはないんじゃね。そうだ、そういえばみゆきちゃんたちはどこから来たのかしら。あっちあっちあっちっ
て、どっち？あっち。あっち。そう。ああ、ダメだこりゃ。ガキにまともな話を聞けるわけねえだろ。ついでにそっちの女も幼児と同じおつむと来たもんだ。りょうくん、それはあんまりよ。とにかく他に誰かいるかどうかはまだ博打みたいなもんだけどよ。そもそもあの場ではぐれた自分たちがこうしてこの学校に集まれたんだからさ。もしかするとサキや修士さんや教授くらいはこの近くにいるかもしれないぜ。そうか、あの神社に祠、あそこにいたんだもんな。だから手分けして探してみようぜ。だからここが異世界かどうかなんてまだわからないでしょ。仮に異世界だとしてもそれは私たちの世界とつながっている世界ってことでしょ。そうとでも考えないと、人間の建物までここに迷い込むなんておかしいわ。なるほど、どこかで何か境界が曖昧なところがあるかも。もしそうだったら救援が来る可能性だってゼロじゃないわ。それなら迂闊に動くより助けが来るまで待機してた方がいいと思うの。それは俺も賛成だな。ええ、だからその間食べ物とかはちゃんと確保しなきゃ。だからどうせ救助も来るわけねえんだよ。え？教授や修士がいるかも、いるかどうかも分かんねえやつ探してどうすんだ。ここでじっとしとく以外何ができるってんだよ。じっとしててもどうにもならないわよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。動いたら好転するってもんでもねえだろ。そもそも俺たち何もしてねえのにわけわかんねえ状況に追い込まれてんだぜ。だったら何かすれば元に戻れる可能性あるのかよ。意味もなくうろつき回って危険を増やしてどうすんだよ。まあ死にたいやつだけ死ねばいい話だけどよ。さてと、さっきはああ言ったけど、これからどうしようかな。そうだね。まあ、タクマの好きなところを見て回ろうよ。そうだな。行こうか。
で探せるところは全部見たな。